今回は LPGA米女子ツアーの4月のスケジュールについて語っていきたいと思います。渋野日向子選手をはじめ多くの日本勢が出場予定となっています。まずは4月12日から4月15日にロッテ選手権がハワイ州で開催されます。日本勢の出場予定の選手は渋野日向子選手、原英莉花選手、古江彩佳選手、畑岡奈紗選手、勝みなみ選手、西村優菜選手、上原彩子選手、野村春京選手と総勢8名の日本人選手が出場予定となっています。笹生優花選手はまだエントリーをしていないので欠場予定となる感じでしょうかね。原英莉花選手はスポンサー推薦枠での出場です。今シーズン日本女子ツアーでは5試合中トップ10入りが1回、予選落ちが1回という成績です。いつもは感情を表に出すタイプの選手になるのですが、前の週のヤマハレディースではクールに心を無にして淡々とプレーすることを意識する取り組みをしていたようですね。今年米女子ツアーへの挑戦が目標とも明言しているので、今大会の出場はいろいろな意味で良い経験にもなってきそうですね。そしてロッテ選手権といえば、2022年は渋野日向子選手が2位という好成績を残した試合でもあります。ロッテ選手権については、渋野日向子選手自身、いいイメージを持ちつつ今の自分にできることを頑張りたいとコメントしています。確かにいいイメージはありつつも、ただ現在はスイング改造という状況でもあるので期待と不安とがある感じでしょうかね。ただ今シーズンの渋野日向子選手はミスも多いですが、それでも粘り強く爆発力もあるので、ビッグスコアで上位を狙っていってほしいですね。そして4月20日から4月23日にシェブロン選手権がテキサス州で開催されます。米女子ツアーのメジャー第1戦目となる注目の大会となります。日本勢の出場予定の選手は渋野日向子選手、笹生優花選手、畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、西郷真央選手、馬場咲希選手、勝みなみ選手となっています。まだ先の試合になるのでエントリー状況に変動が出る可能性もありますが、総勢7名の日本人選手が出場予定となっています。馬場咲希選手は昨年2022年の全米女子アマの優勝によりシェブロン選手権の出場権を得ています。現時点では4名のアマチュア選手が出場予定となっているのですが、直近のオーガスタナショナル女子アマチュアでは日本勢最高の5位という成績を出しており、調子も良さそうなのでローアマ獲得にも期待が高まります。そしてシェブロン選手権についても、2022年は渋野日向子選手が4位という好成績を残した試合でもあります。メジャー大会での4位はかなり大きいですよね。渋野日向子選手は大舞台にも強い選手なので楽しみな大会になりますね。そして4月27日から4月30日に JM イーグル LA 選手権がカリフォルニア州で開催されます。日本勢の出場予定の選手は畑岡奈紗選手、古江彩佳選手、笹生優花選手、勝みなみ選手となっています。西村優菜選手と上原彩子選手もエントリーをしていますが、優先順位的に出場枠には入れておらずウェイティングの状態となっています。もちろんまだ先の試合になるのでエントリー状況に変動が出る可能性もありますね。今大会は2023年に新設された大会となります。第1回目の大会を誰が制するのか注目されますね。当然個人的には日本勢の選手が第1回目の優勝をして名前を刻んでほしい思いでいっぱいです。渋野日向子選手の出場試合の予定については今のところロッテ選手権とシェブロン選手権の2試合にエントリーしている状況ですが、 JM イーグル LA 選手権はまだ未エントリーとなっています。ただおそらくこの試合もエントリーしてくると思いますので、しばらく様子見していきたいと思います。今シーズンこれまでの成績を振り返ってみると、ホンダ LPGA では27位、 HSBC 女子世界選手権では33位、ドライブオン選手権では7位、リオインプラント LA オープンでは17位と非常に安定した成績を残しています。特に初日に出遅れてしまった場合でも2日目にしっかりとスコアを伸ばし予選通過していってる粘り強さは去年にはあまり見られなかったことなので、今シーズンは安定して強い渋野日向子選手に変貌を遂げようとしています。また今年の初めから取り組んでいる青木コーチとの再タッグによるスイング改造も、今の成績を見ているとバーディー獲得数も多く良くなっていくばかりの雰囲気になっているので、スイングが完成に近づくにつれさらに強さを増していくのではと期待をしてしまいます。
ただスイング改造中ということでミスというのも当然出てくるので、ボギーの数もまだ多い印象がありますが、これは徐々に抑えられていけるのではと思ったりもしています。あと少し気になるのは、未だにショートパットを外してしまうシーンも多いこと。十和田芝などグリーンのコンディションにも左右されているかもしれませんが、パッティングも安定してくるとさらに良さそうですね。いずれにせよ、新生渋野日向子選手は今シーズンぐんぐんと急加速で成長していってる感じなので、4月の活躍もとても楽しみなところです。はい、今回は LPGA 米女子ツアーの4月のスケジュールについて語ってみました。今回もゴルフの話がたくさんできて大満足です。それではまた。